コンビナトリアル性合成は様々な生科学的手法による天然物誘導体の生合成を指す。コンビナトリアルバイオシンセシスとも言われる。天然物は創薬において非常に重要な位置を占めているが、その複雑な構造から意図した誘導体化は簡単ではない。そこで天然物を生合成する微生物などのゲノムや遺伝子を改変することで新たな 非天然天然物を生成させる数々の手法が、考案、実証されている。生物活性を有する天然物や、その誘導体は選択性が高いものが多いため、副作用の少ない治療薬として様々な病気に利用されている。高い選択性は主に複雑な構造からもたらされているが、同時に、その複雑さゆえに前後性や誘導体化は簡単ではない。例えば、 特定の立体異性体の構成、特定部位のハロゲン化、不安定な反応中間体の安定化などは、酵素の機能を借りなければ、実現は困難であり、可能だとしてもコストに見合わなかったり環境に有害であることが多い。一方、小分子は、ほんの一部の構造が変化しただけで、生物活性が増減、もしくは選択性が変化することが知られている。天然物の誘導体化には、 通常、半合成が利用され大きな成果を上げているが、有機科学的手法では実現できない誘導体化は多い。例えば、あるペプチド症分子の特定のアミノ酸を異なるアミノ酸へと置換する、またポリケチドの特定の飽和炭化水素部分を酸化するなどは、現在の技術では不可能である。これらの問題を解決するために、 遺伝子工学技術の発展に伴って提起されている天然物の,の誘導体を生成するための手法がコンビナトリアル合性合成である。コンビナトリアル合性合成では微生物や植物が有している天然物の,の生合成経路を利用する。例えば本来の基質ではない物質を基質として利用したり、タンパク質の改変により基質や反応を操作することで元の天然物と わずかに異なる構造を持つ非天然天然物を生合成させることができる。随時初めて実現したコンビナトリアル性合成。悪地の老人の特定部位が異なる天然物へと導入された。コンビナトリアル性合成による非天然天然物の,の生成は1985年に初めてホップウッドラによって実現した。彼らは ストレプトマイセスコエリカラー内のアクチノ老人性、合成遺伝子をメデルマイシンやジヒドログラナチシンを生成するストレプトマイセス属 AM-7161 やストレプトマイセスビオラセオルバーテ二2 2へと導入することでそれぞれメデロジン A やジヒドログラナチロジンといった新たな物質を生成させることに成功した図にアクチノロジン誘導体化の例 アクチノ老人性合成経路を改変することで、新たな物質が生合成された。1990年代に入ると、ポリケチドやヒリボソームペプチドの生合成経路改変に、大きな注目が集まるようになった。すなわち、複数ドメインの組み合わせによって、マロン酸やアミノ酸といった単位ブロックを組み立てて、ライン様に合成、誘導体化する酵素の、 組み合わせを入れ替えることで異なるブロックを組み込もうといった試みである。例えば、ある NRP のアミノ酸一部分を自由に入れ替えられるようになれば、それだけで19の新たな物質が生成できることになり、2部分であれば361とネズミ算式に増えていく。初期の研究では、PK の一種悪地の老人やエリスロマイシンの誘導体化が進められ、数多くの 非天然天然ものが生成された。当初の手法では、単に各ドメインやモジュールの削除や交換などに主眼が置かれ、ドメイン間、モジュール間、またタンパク質間の連結にはさほど注意が払われることはなかった。そのためほぼすべての改変性合成経路では、各ブロックの縮合反応が的確に触媒されなかったり、また適切な量の改変酵素が発現されず、 目的物質の収量が著しく低下するという問題があった。また初期に示された PK の改変ほどうまくいくものは少なく、2000年代には次第に熱が冷めていった。しかしその間にもポリケチド合成酵素やヒリボソームペプチド合成酵素の基礎研究により、ドメイン個別の機能だけではなく、ドメインモジュールタンパク質間それぞれの連結について理解が進んでいった。 さらに、数多くの結晶構造の解明により、タンパク質を視覚的に理解できるようになったことで、酵素の改変による立体構造の変化をより正確に推測できるようになった。PKS や NRPS といったモジュラータンパク質の改変だけではなく、基質特異性の低い酵素を利用した最終生成物の改変も試みられている。例の一つとして、 ハロゲン化酵素が挙げられ、特にインドール、ピロール、アニリンを対象としたトリプトファンハロゲン化酵素は基礎、応用ともに近年非常に多くの研究が行われている。このような基礎研究の進展による生合成経路の深い理解や思考精神化法、遺伝子改変技術、バイオインフォマティクス、ハイスループットスクリーニング手法など技術の発展に伴って、 コンビナトリアル性合成は新たな局面を迎えようとしている。図3生合成経路組み換えによるコンビナトリアル性合成の一例。糖類の一種キシロースを付加する構素をバンコマイ新生合成経路へと導入することで繰り越しる化された物質が生成された。最も初期に考案、実証された手法である。天然物は通常、 特定の遺伝子クラスター内で高度される酵素の集合によって生合成される。そのため、ある生物が天然物を誘導体化できうる酵素を持っていたとしても、それが発現していなければ意味をなさない。そこで、誘導体化に利用できる酵素の遺伝子を遺伝子クラスター内に導入、もしくはその遺伝子を常に発現するような状態にして、ゲノムに導入することで効率よく、 天然ものを誘導体化することができる。この手法は、官能元の負荷にとても有用であり、特にハロゲン化やグリコシル化によく利用される。ハロゲン化は化合物の生物活性を著しく変化させることが多く、またグリコシル化は、目的物質の溶解度を上げることで薬への実用化が容易になる。図4、基質指向性整合成によるコンビナトリアル性合成の一例。 エリスロマイシンの生合成経路に本来の基質とは異なるものを導入することで誘導体化された新たな物質が生成された。酵素は通常高い基質特異性を有しているが特異性の低い酵素も多く存在する。特に自然界でその生物の体内には存在しない物質の場合、選択的に除外する必要がないため基質となり得ることがある。 このような化合物を微生物などの培養液へと導入することで、その物質を基質として利用した新たな天然物を生成させることができる。比較的単純な構造を持つ3型 PKS や A ドメイン以外は、基質特異性の比較的低い NRPS を利用したものが好例である。この手法では、生合成経路の詳細な解明や、酵素改変の必要がないため、終了を 最適化する培養条件が構築できれば、とても有用となる。ドメインスワッピング図後、ドメインスワッピングによるコンビナトリアル整合性の1、0、A ダプトマイシンの構造と置換されたアミノ酸 V、B アミノ酸改変のスキーム。アラニンを基質とする A ドメインを持つモジュールをセリンのそれに変えることで、ダプトマイシンの当該部位が改変される。 PK や NRP の誘導対価において最も多く利用されている古典的な手法である。PKS や NRPS は数種のドメインの組み合わせによって無数の天然物を作り出している。各種ドメインは基本的な構造を共有し役割が明確に分かれているため同種のドメインであれば交換しても全体の機能への影響は小さいとされる。また、 PKS や NRPS の基質は、それぞれ AT ドメインと A ドメインによって決定され、これらが門番として機能するため、多種のドメインは、基質得意性が比較的低いという特徴を持つ。言い換えれば、これらのドメインを交換することで基質を変化させ、最終性生物の当該部位を改変することができるのである。また、蒸気のように、 ドメインモジュールタンパク質間の連結が研究されるにつれ、より最適化された手法も考案されている。例えば、ドメイン間の連結を保つために、ドメイン全体ではなく、機質を決定する部位だけのスワッピングによって、新たな物質の生成に成功している。また、リンカー領域には、特定のモジュールタンパク質間の連結を最適化するための小さなドメインが含まれており、 これらのドメインを入れ替えることで、モジュールの順番を交換する手法も実現している。V 特異的突然変異図録、V 特異的突然変異によるコンビナトリアル合性合成の一例。ER ドメインを不活性化することで、還元度を一段階下げた物質が生成された。PKS や NRPS を対象としたドメインスワッピングにおける最大の問題点は、 酵素の改変により溶解度や活性が低下する可能性が高いことである。実際に現在までに蒸気の手法で本来の天然物ほどの高い収量が得られた非天然天然物は非常に稀である。そこでタンパク質全体の構造変化を最小限に抑えるための手法が部位特異的突然変異を利用した酵素の改変である。酵素は 活性部位内で反応を触媒するが、その中でも、基質の選択に、重要な役割を持つ部位が存在する。例えば、NRPS の A ドメインでは、A ドメインコードと呼ばれる10部くらいの、アミノ酸配列から基質を予測することができる。これは逆に、これらの部位を異なる基質のものに変異させることで、A ドメインの基質の変化が可能であることを、表している。 また PK や NRP を就職する任意ドメインを不活性化することで任意の就職をされていない物質を生成する試みも行われている。思考性進化図7、思考性進化によるコンビナトリアル合性合成の一例。特定の遺伝子へのランダムで起こした変異により様々な誘導対価が実現した。PKS や NRPS を対象とした V 特異的突然変異による気質の改変は、理論的には、酵素の活性に大きく影響しないと考えられていたが、実際には、変異によっては、活性を著しく低下させたり、目的の気質選択性を自由に持たせることが、簡単ではないことが判明している。この事実は、A ドメインの気質選択性が、活性 V 内の高度のみで決定しているわけではなく、 それ以外のタンパク質構造の安定化のみに作用していると思われていた部位にも活性や選択性に重要な役割があることを示している。構造内のアミノ酸配列や工事構造の役割をすべて解明するには現在の技術では途方もない時間がかかってしまう。そこで自然界で起こる進化を模倣する技術である思考性進化が利用されている。思考性進化では ヌクレオチド配列をランダムで変異させ、その変異を利用できる個体だけが選択され検査される。この手法では、酵素のすべてを解明する必要がないため、効率よく新たな機能を持った酵素を作り出すことができる。図8、リップス遺伝子改変によるコンビナトリアル性合成の一例。コアペプチドの XV をランダムに変異させることで、非常に多くの誘導体が生成された。 リップスはペプチド系天然ものであるが、NRPS と異なりリボソームによって翻訳された、ペプチドがそのまま最終生成物の骨格となる。リップスの就職酵素の多くは、潜グペプチドのリーダーペプチドによって、基質を選択するため、最終生成物の骨格となる、コアペプチドのアミノ酸配列は、比較的自由に組み替えられる。この手法は、 遺伝子配列がそのまま最終生生物のアミノ酸配列を反映するため、NRPS における A ドメインの改変によるアミノ酸の置換に比べ、非常に効率的である。またコアペプチドの改変とは逆に、リーダーペプチドを異なるリップス整合性経路のそれと交換することで、異なる就職を触媒させることにも成功している。どの手法を用いたとしても、 最大の問題点は終了である。コンビナトリアル合性合成では微生物などに目的の物質を生成させることを目的としている。そのため誘導体化された天然物の,の生成量には常に注意を払われる。特に初期の研究ではそれら非天然天然物の,の生成量は元の天然物に比べて著しく低下することが問題であった。収量問題の多くは 酵素や、その各部位の理解が不十分であることに、起因しているため、これらの理解が進むにつれて、より効率の良い手法が発表されつつある。しかし初期に研究者が夢見ていた、自由に部位を付加したり痴漢したりといったような広範な応用例はまだ実現していない。ありがとうございます。